ボンジョルノコンセラー、イタリアミラノのスガレリアです。今日はクチナクッキングをしていきたいと思います。今日作るのはパスタコンポモドーリピラーティ、皮を剥いたトマトのパスタを作っていきたいと思います。すごく簡単で、このメニューは僕のイタリア人の友達から教えてもらいました。本当に美味しいので、参考に試して作ってみてください。それでは作ります。スガレリア。はい、それでは今日使う材料を紹介していきます。2人分作ります。今日はまずは、こちらですね。アリオ、ニンニク2かけら、そして今日はミニトマトを使います。2人分で20個、1人だいたい10個くらいの目安、結構濃いめのソースがこれで作れると思います。あとこちらが、最後に飾り付けに使うバジリコですね。バジルで、今日はこのスパゲッティインテグラーレというものを使います。インテグラーレ、全粒小麦、とても栄養価が高くて、今イタリアでは結構人気で、いろいろ売られています。では始めます。そしたらまずはポモドーロ、これを全部取っていきます。はい、ミニトマトすべて取り終わったら、まあ一応簡単に洗っていきます。簡単に洗って、はい、水洗い終わりました。そしたらとりあえず、お湯を温めますね。これを使って後でトマトをピーリングしていきます。で、沸かしている間にトマトのヘタの部分、ヘタの部分をちょっと切っていきます。なぜかというと、ピーリングしやすくするために。結構ミニトマトだったら日本でもいっぱい売ってるし、簡単にこれ真似して作れると思います。ヘタの部分だいたいこうやって取りました。はい、そしたらお湯が沸いてきたので、この中にポモドーロを入れていきます。こうやってポン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 入れていきます。ポモドーロをボイルしている間にパスタのお湯も沸かしていきます。ミニトマトが、そしたらこうやって浮いてくるんですね。そしたらこれぐらいで、火を止めて、だいたい3分くらい、3から5分くらいだと思います。はい、そしたらこれを、はい、こんな風に、ポモドーリ、ミニトマトたちを茹でました。これ冷まします。はい、そしたらニンニク2かけらをこうやって潰して、本当にニンニクは香り付けだけに使います。食べないです、僕はね。食べる人もいます。そしてここにオリーブオイルを入れます。はい、今アーリオ、ニンニクを入れてオリーブオイルを入れて
今香り付けをして火を入れました。その間にミニトマト、こうやって皮が破れてるんですよね。それをこうやってピーリングして皮を剥いていきます。なんかさ、いろいろやらなきゃいけないことがあってめっちゃ大変。すごい初めてのクッキング動画なんですけど慌ただしい。はい、ポモドーロをこんな感じでピーリングしました。はい、ニンニクは焦がさないように本当に香りをつけて、そしたらニンニクで香り付けをしました。で、ちょっとすごい今温度が上がっているので、この中にポモドーロを入れるとすっごく危険なので、一旦ちょっとだけ冷まして、このピーリングしたポモドーロを入れていきます。作っていきます。はい、そしたらポモドーロに塩もちょっと入れていきます。で、パスタのお湯が沸いたので、こっちにも塩を入れていきます。はい、そしたらスパゲッティ、これだいたい1人分の 100g なので、こんな感じで入れていきます。はい、とりあえずこんな感じでパスタが茹で上がってきています。ちょっとこれを味見します。僕時間とか計らないんで。アルデンテで美味しいかも。いい感じ。イエーイ。はい、こんな感じでミニトマトから作ったソースが出来上がってきています。たまにこうやってパスタの茹で汁をちょっとこうやってかけてあげて、もっと美味しくなじませてあげます。後でこのニンニクは取り外します。そしたらパスタをこっちのソースの方に入れていきます。はい、こんな感じで入れ終わったので、これをなじませるためにかき混ぜていきます。すごい忘れました。ソースを作っている時にバジリコを入れないとダメなんでした。忘れた。もう今から入れちゃうけどちょっと遅い。で、仕上げにオリーブオイルもちょっとつけさせて、こうやって馴染ませていきます。はい、そしたらこちらアレッシーのお皿に盛り付けをしていきます。スガレリア。はい、それではパスタコンポモドリーニピラーティ
ミニトマトを使った皮を剥いたミニトマトを使ったスパゲッティパスタが完成しました。はーい、超美味しそうでしょ。今から食べます。それでは食べたいと思います。いただきます。ボナペティート。結構これ本当にちょっと今日てんやわんやだったんですけれども、本当に簡単に作れるものなので皆さんにも試してほしいと思います。いただきます。おいしい。本当にシンプルでおいしい。まあ、ちょっとソースを作るときに僕バジルを入れるの忘れちゃったんですけど、ソース作り始めのうちからバジルを入れておくともっと風味が増してもっとさらに美味しくなります。なので皆さんやるときは気をつけてください。僕は忘れてしまいました。本当に美味しいです。はい、それではこっちもう食べちゃいますね。本当に美味しいので真剣に食べたいと思います。本日は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。イタリアミラノのスガレリアでした。また次の動画でお会いしましょう。アラプロスマ、チャオチャオ。